どうも、タニプラさんでございます。はい、今日はね、雨が降ってちょっとね、外作業ができないので、ちょっとお家でちょっとね、作業していこうかなということで、今日はね、こちら、じゃん。はい、こちらですね、AE86 乗ってるんですけど、こちらのサンバイザーですね。これがね、非常に汚い。もうボロボロ、もう何年、35年ぐらい経ってるんじゃないかな、35年じゃない、6年ぐらい経ってるのかの、サンバイザー、もう汚いので、こちらをですね、ちょっと自作で張り替えようということで、ちょっと無謀な挑戦をね、やろうかと思ってるんですけど、ちょっとね、これもうボロボロで、しかもね、ほら見て、これ開いちゃってるんですよ。でスポンジも出てきちゃって、ボロボロしちゃってるんで、これをちょっとね、分解してちょっと張り替えるという、ね、感じで、いろいろちょっと準備しました。ちょっと今日はこれをね、ちょっとアマゾン先生でゲットしまして、じゃじゃーんと、はい、これはね、低反発ウレタン買いました。なぜかと言いますと、その、この中のスポンジね、スポンジをこれにするということで、あ、もうちょっと長い方が良かった、やばい、ちょっと足りないじゃん、ここが、ここだけちょっと分岐して貼る、そうするとここになんかあ、いいか、はい、とりあえずいいっす。で、あとですね、こちら、このやつは、これこそ重要なやつなんですね。よいしょ、はい、じゃじゃーん、はい、はい、これがレザーでございます。これをね、要はこれで作り変えるということですよ。お、いいね、お、長さ的にはバッチリじゃないですか。はい、ちょっと多めにもう一個買ってきちゃったんですけど、ちょっとこれはまた別で何か作るのにね、やっていきましょう。てな感じでですね、今日はまあレザーと発泡ウレタンを買いまして、こちらの今回はサンバイザーを、製作していきたいと思います。ではちょっとこれからちょっとサンバイザーをちょっとバラします。ちょっとあまりにもね、このこちらのスポンジがボロボロしてますんで、ちょっとね、それをちょっとやりつつでやってみましょう。では作業に取り掛かりたいと思います。まずは、サンバイザーバラシでございます。バラすことができました、まあ、こんな感じになってんだね、構造的に。これ段ボールなんだね。なので、まあ、せっかくね、段ボールもありますし、 Amazon の段ボールをそのまま使っていきたいと思います。でですね、これも、まあ、こんな感じになってるんで、これと同じ型をこう、ね、紙で切っていきたいと思いますんで、まあそれでね、やっていこうかなと思います。はい、とりあえずバラシはこんな感じでございます。バラバラにいたしました。はい、こんな骨組みになってるんですね。で、これね、ちょっと割れてる箇所がいろいろあるんですけど、これちょっと接着剤でいきましょう。ちょっとね、3D プリンターで製作と考えたんですけど、ちょっと難しそうなんで、こちらの、はい、ボロボロになってる型があるんですけど、これの型ね、まんま段ボールで製作ということでやっていきます。
こんな感じでございます。ちょっとスポンジね買ったんですけど、ちょっとサイズがちっちゃい、だからちょっとこれスポンジちょっとね今ゲットします。それでちょっと合うやつを見つけて、これに、取り付けていきたいと思いますんで、次回そんな感じでねやっていこうかなと思っております。じゃあね。